FIFA ブラッター会長が激励に訪れたこの試合、日本代表新監督に就任したばかりの岡田監督も観戦。アフリカ代表チュニジアのエトワールサヘルは 4-4-2 の布陣、19歳のフォワードシェルミティに注目です。一方、北中米カリブ代表メキシコのパチューカは 3-4-3 のフォーメーション、攻撃の要はアルゼンチン人のヒメネス。会場に詰めかけ、早くもヒートアップ気味の熱狂的なパチューカ応援団。一方、日本との時差8時間のチュニジアでも早朝からこの盛り上がり。すごいね、人気あるんですね。やっぱり朝ね、朝のテンションじゃないよね、これは。みんなは逆に朝だからって思うんだよね、入れてなくて、うん。準決勝で南米チャンピオンのボカジュニアーズに挑戦するのは、赤いユニフォーム、アフリカ・チュニジアのエトワール・サヘルか、それとも北中米カリブ代表メキシコのパチューカか。今前半45分のキックオフ笛が鳴らされました。エトワール・サヘルのフリーキックになります。前半の3分が経過したところ、13番のフレジが真ん中に上がってくる、入ってくる、ヘッドでスラッシュ、ベンディファラーのヘディングシュートでした。あ、ここはボールを取りました。ムサナリーのシュートか、19番のナフカ、19番のナフカがシュートを打っていきました。開始早々攻勢を仕掛けるエトワール・サヘルに、遠く離れたチュニジアのサポーターたちも固唾を飲んで真剣に試合を見つめます。ハーフウェイには3人ずつカウンターに備えてますね。さあ、ヒメネスから中央へ、ゴルフのヘディングアップ、飛び出した、キーパーが弾き出しました。あ、1人パチューカの選手が倒れています。おでこのあたり血が出てますね。切れましたね。8番のカバゼロから19番のヒメネス、右サイドマルビン・カブレラが上がっている。そのマルビン・カブレラへ、さあ中にアルバレスが入っていく、キーパーはじいた、カチョはシュートを打てません。キーパーもいいですね。だんだんとパチューカのパスがつながるようになってきました。よく反応した。アルゼンチン国籍です。元ボカジュニアズです。リベルタドーレスカップでも優勝を経験しているヒメネス、中に送って入ってもクラスが、これはオフサイド。ヒメネスから左サイド7番のアルバレス、前に送ります。11番のカチョ、あ、これは足をかけたぞ、あ、PK か、ね、PK かと思った。外で外、今のはね、ペナルティーエリアのわずかに外、10センチ外、審判よく見てたんですよ。さあ、チャンスを迎えました。高いですね、すごいですね、ね、距離は15メーター、蹴るのは19番のヒメネス、右足で狙っていった、ね、わずかに枠を外れました。19番ヒメネスのシュート、テクニックあります、早いですね。このテクニックがね、すごいんですよ。さあ、今ホイッスルが鳴りました。支配率はパチューカの方が勝ったんですが、0-0、前半終了です。これから後半の45分、両チームとも前半とメンバーの交代はないようです。後半の45分です。準決勝でボカジュニアーズ南米チャンピオンと戦うのは、白いユニフォームのパチューカか、赤いユニフォームのエトワール・サヘルか。偵察に訪れたボカジュニアーズルッソ監督、準決勝に向け早くも臨戦態勢です。さあ、ヒメネス、どうだ、楽に行きました。ヒメネスのフリーキック、枠は捉えていましたが、無理に取らないですよね。冷静に枠から弾き出していきました。ね、うん、3番のマンスールがニアサイド、真ん中へ、直接のようなボールでした。キーパーパンチング、直接狙ってくるようなコーナー。19番のヒメレスです。上空グレーの色になってきました。照明灯の光が鮮やかに照らし出しています。国立競技場、さあ、チャンスだ、シルミティからベンディファラーシュート、2番のロペスがよく入りました。ボールを置いたのはヒメネス、手前にいるのは16番のロドリゲス、
この狙いそうな顔が実は何かね、あの他のサインプレーをやるケースもありますから、ね、さあ狙っていきました、やってきました、わずかにね、ああショットだよね、ショットだね、すが世界的な大会だから審判もよく見てましたね、すごいシュートでした、これ福島、こちら側はオーストラリアのギブソンさんです、取りちゃった、いやほんのわずかのタイミングだったんですが、ね、幻のゴールになりました、オフサイド、さあコーナーキック、パチューカファーサイド、カバチョロに合わせるシーンありですね、ニアサイド、サイドネット、マンスール、25番のオグンビー、ベンディファラー、28番シェルミティは逆サイドにいます、手を挙げたシェルミティ、さあオグンビーからシュート、これですよ、うわー盛り上がってる、さあ地元の皆さん、右行こうとしてるときに急に左だからね、キーパーも触れないけど、ちゃんと触ってるの、先制したのはアフリカチャンピオン、チュニジアのエトワール・サエル、さあエトワール、ボールをキープ、アイオンクープ、先制点のムサナリ、そしてあっとこれはオフサイド、そして長いホイッスル、アフリカチャンピオン、チュニジア、エトワール、中間負けちゃいましたよ、ね、あー盛り上がってる、優勝したかのよ、準決勝南米チャンピオンボカジュニアーズと対戦します、アフリカチャンピオンのエトワール・サエルが勝ちました、北中米カリブチャンピオンパチューカ、アフリカチャンピオンエトワール・サヘルの前に1対0、わずか1点の差で涙を飲みました、 I think it's normal football that we are going to replay today, so I think it's normal, we'll see what God will do for us, and I know that Boca Junior too, they have prepared very well, what's better?